地層になった。かたじけない。なーに、気にするな。お前たちの健談ぶり、クリアの者も喜んでいたぞ。俺としては飲み足りんところだが、さすがにお前たちを付き合わせるのはな。いくら飲んでも顔色一つ変えんとは。憔悴殿は相当な上ばみと見た。この国の酒は妙に口に合うというか、こう水のように飲めてしまってな。俺が和人の血を引いているからかもしれん。なんなら育ちも平戸だしな。なるほど、道理で流暢に話すわけだ。いや、しかし久しぶりに愉快な宴だったよ。お前が戦う理由も聞くことができた。江戸の平穏が乱れ、婿の民草が死ぬ、それは良くないだったな、より。まあ、それが聞けてよかった。お前とはやはり近いものを見ている気がする。俺が英月に願うのは民の最高だ。誰もが虐殺と侵略に怯えずにいられる国を、民の陛下の名のもとに取り戻す。ふむ、大言だがなかなかの息だな、定位成功。褒めてくれているのか。これはありがたい、セイバー。褒めている。だってその願いはきっと尊いものだ。マスター、失念しているものがあるだろう。もっと、そうだった。お前たちにはこれを渡しておく。これは福建で名のある同志から譲り受けた霊槍でな。原型の細具にちなみ廃坑とでも呼ぼうか。遠方にいる者と顔を合わせずとも話ができるという代物だ。ほう、それはマスターとサーバントの中には音なき琴の葉を使うことがあるというが、それを余人と行うのか。戦のありようが変わりかねんな。そう思うだろう。だがいざ使うとなかなか欠点が多い。まずこれは片割れを持った相手としか話せん。その分余人に聞かれることもないが、それから魔術としてはかなり脆弱だ。他の魔術師や怪異にたやすく阻まれる。出先で使うのはまあ正直あまり勧められん。だとしても破格の代物だろう。ありがたく使わせてもらう。あとはそうだ、これも持っていけ。こちらは俺からの手土産だ。これは呪符か。ああ、限られた範囲に防御の結界を張るものだ。鉄錆に作ってみた品だが、お前の使い方次第では役に立つだろう。結界か。大した術者だったか、貴殿。そう言われるのは嬉しいが、かじった程度だ。あまり期待してくれるな。ま、はっきり言って俺自身の技量は並だ。なんだ、そうか。イオリと似たようなものというわけか。そうかもな。ともかく感謝する、定成功。遠慮は無用だ。最後に一つ忠告しておく。英月の義の要は霊脈だ。忘れるな。
霊脈を確保して得られる魔力は人知を超えた英霊たちと渡り合うのに必要だ。故に霊脈は他のマスターとの争奪戦となるだろう。抑えられる霊脈は必ず抑えろ。それが機を勝ち抜くことにつながるはずだ。さて、俺からはこんなところか。先刻は驚かされた。よもや老船が空を行くとは。うむ、あれはなかなか良いものだった。大きなものが飛ぶのはこう好きだ。イオリも好きなようだな。好き嫌いの話ではないが、まあ嫌いではないな。そうだろう。我が船は宝具の一端、いわば神秘の粋なれば空行くこともある。かつてもあの老船は飛んだのか、その空を。さあどうだろうな。何しろ古の時代だ。飛んでいてもおかしくはない。古の大陸の戦とはいかなる。しかし宝具の一端か。ああ一端だ。とはいえ軽々に使えないのは同じこと。巨大な船は嫌が王でも人の目につく。見る者が見れば我が神明を看破されかねん。確かに貴殿はあまりに高名だ。老船から名を浮かべる者もいるだろう。宝具とは英霊の象徴。そのあり方は様々だが、逸話、伝説、生前に振るった武器、セイバーの言った通り神明に紐づく例は多い。神明が分かればいかに強力なサーヴァントでも生前の逸話などから弱みをつかれかねん。セイバーの振るった水の剣、禁じ手としたのは英断だったな。よりその顔は。私に剣を抜くなと言ったのは正しかったなどと思う顔ではあるまいな。わかるのか。わからいでか。確かに私の剣は私の象徴たるものではあるが、抜かば必ずや切る。それで事足りる話であろうに、うん、ダメだ。江戸の町までなぎ払いかねん。ブーブーじゃない。まあうまくやることだ。使わねば持ち腐れというのも一面の真実。要は使いどころという話だ。そうだろう。ああ。今日は世話になった。俺たちはひとまず失礼する。帰り道には気をつけるといい。英月の儀はすでに始まっているからな。ああ。
かね。よろしいでしょうか、宮本伊織殿。貴殿は同志の蔡玉蓮と申します。以後見知りおきを。当人の同志ならば帝の部下か。用向きは伊織殿に稼ぎ口をご案内したく。ほう。栄月の儀にあたり我らは陰ながら市中を駆け巡っております。となれば江戸の民の声を聞くこともあり、特に困りごとの類など。口聞きされるのはありがたいが、そちらに何の利がある。将軍のお考えなのです。栄月の儀によって江戸の民が傷つくことを将軍は望んでおられません。なるほど。近頃の困りごとといえば、確かに怪異の類が云々をよく目にする。ご敬願です。江戸市中に現れる妖物魔物はおおむね栄月の儀が引き寄せたもの。無論民の困りごとのすべてが怪異絡みではないのでしょうが。放っておくのは気が引ける。そうだな。そうかそうか、善だな。宮、どうする？より、帝の善に付き合うか。義によって傷つく人の亡きように、それはきっと人として正しきことだろう。それにあれだぞ、銭を稼げば米がたんと食べられるな。そうだな。わかった、受けよう。他者します、伊織殿。ではいつでも私にお声掛けください。よろしくお願いいたします。お見事です。感謝します。それでは。鍛錬の甲斐があった。
しよし。よしよしよし。神田へは迎えずじまいか。本来の目的は果たせなかったが、その分収穫は多かったさ。うん、新たな協力者ができたのは喜ぶべきことだな。ああ、いろいろと土産も受け取ってしまった。ここまで至れり尽くせりだと罠を疑いたくなるほどだ。好んで卑劣な手を使う輩ではないだろう。あれはどちらもそういう感じがする。好んでか、含みのある言い方だな。戦場では打つ手をそうは選べぬからな。私の知る限り戦とはそういうものだ。大陸のそれには詳しくないが。肝に銘じておこう。ところでイオリオ、その重負、それなりに手が込んでおるではないか。鉄錆に作ったようなものとは何とも、また照れ隠しここに極まれりというやつじゃの。確か結界を張れるのだったな。早く帰って試してみよう、イオリ。あれは、よく来たの。毎度あり。ありがたいの。ありがたいの。またいつでも来とく。またのお越しを。
やっと押し切る。この力必ず生かそう。まあこんなものだろう。勝利、貴殿あってこそだ。よしよし。うい集め。私の力で。寄っていきませんか。癒されるな。あれは。よりこっちだ。赤坂は立派な屋敷が多いのだな。一体中はどんな作りなのだろう。ああ、すっごく気になるぞ。ダメだ、大名屋敷だぞ。チッ、つまらん。おけよ。イオリは下がっていろ。悪いな、そうはいない。頼む。分かった。出番だ。そこだ。もらった。
んだな。私に続け、より。この結果は変わらない。であれば、俺は変わらず戦うのみだ。忘れ物か。いや、立派な屋敷だと思ってな。偉人の身で屋敷を構えているのはさぞキーに移るだろうな。ここは猿お方が都合してくれた屋敷だ。他にも何かと力添えをいただいている。猿お方、帝の事情、込み入った話ではありそうだが、尋ねておくべきだろうな。共に義を戦う味方となればなおさらだ。どうした、宮本伊織。我が主に尋ねたいことがあるようだが。今のうちに聞け。可能な限り懸念は除いておこう。では遠慮なく。猿お方とは誰だ。貴殿を江戸に迎え入れ、さらには屋敷一つ与えてみせる。もしや女将とつながっているのか、帝聖子。惜しいといったところだな。確かに俺には後ろ盾があるが、むしろ逆だ。あのお方は義に深く関わる幕府の者たちを快く思ってはいない。ふむ。この際だ。長くはなるが話しておこう。キーの南竜公、俺がここにいるのはあのお方の力によるものだ。キーの南竜公であれば御三家、徳川頼信公か。俺は幾度か幕府に助けを求めたことがある。我々では真には勝てん。どうか遠兵をとな。我が悲願の何たるかを知る公は、秘密裏に義の存在を知らせてくださった。正規の遠兵をやることはできぬが、義に参ずることは許すと。ではこの屋敷も。そうだ。こともあろうに江戸の霊地の一つ、俺に貸し与えてくださった。ふむ。それで帝はそやつに何を返す。もらってばかりというのはありえまい。どんな働きをして返すのだ。ああ、それはな、すでに返しているとも言えるかな。ふむ。永月の義に深く関わっている者はおそらく将軍その人、あるいはその側近だろう。となればまあ話は早い。こうは将軍の目論みを邪魔してやりたいのさ。なるほど。赤坂東陣屋敷、その正体は、キーは南竜公による上様への嫌がらせときたか。面白い。そうだろう。冗談がわかるたちだな、伊織。
とまあ、そんなわけで俺は屋敷を借り受けた。国が閉ざされる前、当人が住んでいた屋敷だとか。実にいい屋敷だが、随分と骨を折ることもあった。英月というのは厄介な代物のようでな。赤坂、初めて来たな。平戸や長崎とはまた違った趣がある。マスター、久方ぶりの小国に喜ぶのはいいが、あまり大声を出さないように。おっと、すまん、気をつけよ。にしてもこの町、妙な気配があるような。